高校2年の夏、当時単車やゲンチャリは先輩からのお下がりが別途調達してきたものがほとんどです。ところがその年、私はバイト代が思ったより多く入ったので衝動的に新品のスクーター 50cc を購入しました。当時にしては最新最速、そりゃ見せびらかしに行きます。休日前日の夜、友人の F の家に、どうよかっこいいだろう的に見せに行き、翌日は都内まで遠征しようということになりました。23時くらいに F の家を出て、せっかくだからスピードを出してみようかなと、いつも通るバス通りではなく、その道路に並行して通っている田んぼ道を通ることにしました。ここは一直線で信号もなく、道幅も狭いことから車の通りもほとんどありません。通りに入ると夏の虫がじじじじっと鳴き、道の両脇には覆いかぶさるように草が生い茂っていました。私は一気にアクセルを全開と同時に間もなくエンストしてしまいました。セルボタンまたはキックでもエンジンがかからず、薄暗い街灯も数十メーター置きぐらいしかないので、少し先の街灯の下まで押していきました。どうしました？後ろから声がしたので振り返ると、作業服を着た初老のおじさんが立ってました。確かその近所に整備工場があったので、私は正直助かった、直せるとほっとしたのを覚えています。急にエンジンが止まってしまってかからないんですよと言うと、おじさんはちょっと見てみましょうかと言って、薄暗い街灯の明かりを頼りにタイヤのあたりを触り出しました。すると突然私の前で土下座をし、涙を流しながら、すみません、私の友人がタイヤに噛みついてしまってパンクしちゃってますと言い、手で払うように、よせ、噛むな、やめろというジェスチャーをタイヤの方にしました。タイヤはパンパンに張っています。は？すみません、友人には私から言って聞かせますので勘弁してください、噛んだまま話そうとしないので、そこまで私が押してきますと言って、ハンドルを取るとカラカラとスクーターを押し始めました。当初私は頭のおかしなおっさんに遭遇してしまったもんだと黙って後を歩いていましたが、こちらが何を言ってもすみませんと言って、やはり後輪のあたりに噛みついている友人に、噛むな、離せと言いながら払うように手を振ります。遠くには合流するバス通りが見えます。もういいですから、何を言っても謝るだけですし、暗がりの中なんとなく気味が悪くなり、半ば強引にハンドルを取り上げると、改めて土下座をしてましたが、私も少しこの場から逃げたいという気持ちがあったので、何も言わずにハンドルを押し離れようとしました。試しにセルモーターを入れたらエンジンがかかりました。走り去る際に振り返ると誰もいません。家に帰り、さっきまでいた F の家に電話すると、確かに前まで整備工場があったけど全焼して今は空き地になってるはずとのことでした。最終的には変なおっさんに遭遇したわという笑い話で電話を切り、翌日の東京遠征の時間を決めて電話を切りましたが、状況が一変するのは翌日の朝になってからでした。玄関を出てスクーターを見ると、後輪がボコボコにへこんでいて、目で見ても明らかな穴が数箇所、完全にパンクしてます。 F に電話すると、彼の父親は駅近くで自転車屋を営んでおり、親父に途中で軽トラで拾ってもらうよ、スクーターでもパンクなら直せるとのことで、数分後に F の父親が私の家に来ました。15分くらいしたら店まで来いよ、そう言われ、しばらくして店に行くと、すでに修理され店の外に止められていました。助かりました、おいくらですかと言うと、息子の友達から金は取れんだろう、ただお前よ、はい、何か事故とか起こしてないだろうな。いえいえ何もしてませんよ。そっか、ならいいけどな。じゃあちょっと出かけてきますね。そう言って店を出ようとすると、また呼び止められました。お前本当に嘘ついてないな、人とか跳ねてないなと、かなり真顔でした。
勘弁してください。何もしてないですよ。本当だな。本当です。親父さんは、わかった、ちょっと待ってろと言って店に入り、すぐに戻ってきました。お前、タイヤの中からこんなもんが出てきたぞ。そう言って親父さんが握った軍手を広げました。数本の刺し歯がタイヤから出てきたそうです。本当に噛まれてたの？